神崎光則は、江戸時代前期の武士。赤浪市四十七市、神崎則康の父にあたる人物。父は、三正加国津山藩士神崎和藩。母は、津波安三郎衛門の娘。妹に、三栗義林室がいる。通称はまた後藩衛門。父の後を相続して、津山藩森家に出資。 森家では十三国三人淵で自家武奉行を務めている。妻に津山藩市下山六郎兵衛の娘を迎え、神崎林藩と神崎東九郎の次男を設けた。その後、神崎家はどこかの段階で森家を浪人し、三森はなお水戸号して三正家国勝田郡国土村に引遁している。 後に、三森の死死林藩は、阿公藩浅野家に再始観することとなるが、時期は不詳。ただ、元禄六年にはすでに、神崎林藩の名前が、浅野家文元町に見えるのでそれ以前であると思われる。なお息子の浅野家始管が決まった際には、三森も浅野長則の幼名、又一郎をはばかって、藩江門と改名している。元禄阿公事件の際にも存命であったが、 彼は、朝の家臣ではないので偽名には加わっていない。朝の家臣の息子の余五のみが加わった。息子の本会を見届けた後、教皇2年に黒土村で死去した。海名は、本前院ゾ空なお、水小路。ありがとうございます。